皆さんこんばんは、ドローちゃんです。今回はですね、今季初の夜間採取ということでね、いつもおっちゃんが来ているこの場所、ここね、神の木のポイント。今日はですね、久しぶりにっていうか今年初やね、桑友の K さんも一緒にね、初採取、夜間採取にね来てみました。まだねちょっと時期が早いけど、一応ねおるかおらんか見るだけ見てみようと思います。でちょっと K さん見てみようか。樹液は出てるね。樹液はね、いや昼間ね俺が一回来とるけどね、スズメバチが結構ガリガリしよったんよね、うん、まだねちょっとでも肌寒いけね、おるかおらんかわからんけどね。あ、一応あっこなんかついとるね。おるね。一応おるね。あっこなんかおるな。さあ持ってこないかんの。これカメラじゃ映らんやろうね。これ見えるかな。これね。おるね。映るやろ。うん。下にもおるよ。下にもおる？うん。どっちもオスやね。あ、その下それか、うん、それもそうなんか、これもそう、あ、これもそうやね、このコクワやね、コクワか、ああ、そこにはスズメや、あれでかいな、あのスズメや、スズメもおるやろ、いや昼間ものすごかったんやね、一回下見に来た時、さあ持ってこうか、うん、他にはついてないかな、後ろよく見て。こっち側は、わ、ここもスズメおるやん、やっぱでかいなぁ、まだ夜でもおるんかよねえ、もう昼間すごかったもんね。でかいよ、わぁ、もうほんとねおるわまだやっぱ時間が早いきかね、スズメだらけやん、スズメバチがすごいわ、やっぱまだ、クワガタはあんまりまだ出てないね、やっぱ。うわわわわ、来た、止まったよ、今どこに止まった？うん、どっか止まったけど、はたいた。うわわわわわ、持ってこうか、網人の方に向かってきたよ、今。危ねえ、あの、ライトの光に向かってくるからね、夜は真っ暗やったら見えねえから、こいつが、これ竿っていうか、なんかここないかな、棒が、なんかブン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 言いようが、あれ、上のやつがおらんくなって、こっちにおる、それそれ、そこにおるやろ、落とすよ、それそれ、うん、ちょっとそれ落としてみて、うん、こっち来た、はい、これか、これ、これや、ちっちゃいね、これまだ、下のまだちっちゃいよ一応でもこれほら、これコクワよ、これ一応、うん、こんな、うん、初物にしちゃうな、これどうね、言ったわけね、新生虫、新生虫やろ、これどれ、これ新生虫、うん、綺麗やもん、はい、動画撮って、あ、新生虫やないかな、新生虫やな、もう一頭落とそうや、ついでに、え、あ、でも伏せつがないやん、もうすでに減ったわけ、背中は傷がついてる、もう一個どっか落ったね、もう一個のはそれ落ちんかな、落ちるよ、一頭上げでした、落ちる、落ちるって思うよ、それよ、落ちる？ウロに入ってない？あ、落ちた。落ちた。はい。これ。これやん。めっちゃ小さいよこれ。ちっちゃいよ。これ。ほら。うん、あ、これも伏せつがないわ。越冬明けよ。越冬明けやな、うん。今頃出てんのは、俺とこ新生虫がやっと帰ったくらい。越冬明けや。まだ真っ赤やけ。
いや、これはもう取らん、持ってかん。うん、もうあの、後でそれも逃がそう。うん、うん、一応ね、うん、今回の成果をね。まあでも出とるのは出とるね、やっぱ。うん、そうそう、出てるよ。平田ももう出るよ。平田がおらんね、やっぱさすがに。ここも JK 出てるね。あちこちかじりよったっけね、昼間来た時は。とりあえず今ね、コクワを2頭、新生地植えないで越冬個体やったけどね、竹の棒でね落としてみたんやけど、ちょっとね今こっちのね裏側の方にね回ってきたんやけど、うわっ、めっちゃでかい雲がおる。これ、え？え？卵持ってない。卵は抱いてないけど、お腹めっちゃ太い、これ。うわ、これでかっ。これでっかいわ。いる？クモ。いないよ。でも俺嫌いじゃないよ、クモは。でも、キマワリがすごいな、ほら。うん、これもキマワリ。でかいね。でかいでかい、このクモ。うわ、ムカデもでかいのがおるわ。それが隠れた。キマワリ。うん、キマワリ。この上のやつ。そうそう、キマワリ。見えんな、奥の方が。うわー、でもあの中だらだら出てるじゃない。あの雲すごいな。え？うん。この樹液は出とるけど、この中どうなんかな。お、目が光ってんな。クワガタはおらんね、まだ。今日ちょっと寒いもんね。あれもクモ、あれ雲やけど、あれ卵抱いてるよ、ほら。いや、さっきもこっちにおったんよね。卵抱いてる。うん、おらんね。さすがに今日はちょっとほんでやっぱ肌寒いもん。いません、残念ながら。コクワの越冬個体2頭だけ、ここは。まあでも初日やけね、こんなもんやろ。いやー、でもそれにしてもこの雲ほんとすごいわ。この雲もすごいけど、これもすごくない？これナメクジでかい、こっちにもおりがでかい、ね、でかっ。でかいよ、ナメクジ。なんなんこのナメクジ。わぁ、ほんとでも樹液の匂いすごいわ。うん、プーンとしたね、今。中は結構出てるけね、ダラダラ。上の方にひょっとしたらおるかもしれんで。もうしょうがないな、見えんわ、もう、うん。よし、これぐらいかな。うん、平田はまだ早いか。すごいなあ、この雲。それにしてもこれものすごい大きいね、これ。ほんとよっしゃ、ほんならこれぐらいでやめとこうかね、もう。飛んでくる気配なんかないやろうしね、もうこの時期は。どうする？ここに逃がしとく？さっきの。うん、さっきのこれ。ここにね。うん。ちょっともう一回あれしよう。
見てみようかね、個体の方。とりあえず今回これやね、越冬個体の2頭、うん、初物やけどね、うん、もう越冬して出てきたような感じやけん、もう足がないもんね、両方ともない、うん、とりあえずこれはもう元おった場所に逃がそうか、うん、そうしよう、うん、いい？いいよ、どっかこの辺に、うん、ここに置いとったらいいんじゃない？この辺につけとったら、うん、落ちるかな。ああいいね。なんかそのこの辺にでも上にでも。カエルがすごいな相変わらず、うん。よしこれでいいね。初物の2頭、コクワの2頭ね。残念ながら越冬個体やったけど。よし、なあこれぐらいにしようかね、今日は。というわけでね、今季初の夜間採取ということでね、桑友圭さんと来てみたんやけど、やっぱちょっと早いね、まだ。またね、このポイント、シーズン入ったらね、圭さんと一緒に、何度かね足を運ぶことになると思うんで、その時またね動画の方もね撮影しようと思います。今回はねこんな感じで終わろうと思います。